どうも、アイアシス 120% の男、ブス島です。同級生通実況プレイやっていきたいと思います。はい、ということで、エンディングラッシュの回というところでございますね。いや、長かったね。まあ、エンディングだけはね、尺の都合でいろいろくっつけてる感じなんでね。まあ、そこらあたりは許してくださいということで、特に、なんだ、エピローグのところで、まあ、学校のあのシーンなんか特に面白いところもなくっていう感じですね。まあ、そうですね。あえて言うんだったら、陽子とアキラが仲がいいっていうところかな。それくらいだったかな。まあそこも大して、ねえっていうところなんで、まあいいかというところです。というわけで今回は早速ね、幸子さんエンディング行ってみたいと思いますんで、幸子さんエンディング行きましょう。さあ、ポチリと。そうだよ。幸子さんのことだよ。てん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 。幸子さん、自分の気持ちを伝えずにいたら絶対後悔するだろう。多分いけるはず。てん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 。そうなれば結論は一つじゃないか。そう、俺は幸子さんに愛の告白しなければならない。旅館まで行こうぜ。はあ、やっと着いた。お、いた。まあ。幸子さん、会いたかったよ。会いたかったのは会いたかったがこれになってっからね。幸子さんに会うために学校をサボってここまで来たんだ。ダメですよ、そんなことしては。幸子さん、俺ね。てん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 。好きなんだ、幸子さんのおっぱいが。え？年なんか関係ない。俺は幸子さんが好きなんだ。ブス島さん、冗談はやめてください。俺の目が冗談を言ってるように見える？てん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 。最初にこの旅館で会ってからずっと幸子さんのことを考えてるなら嘘こけ。ブス島さん、幸子さん、俺と付き合ってほしい。てん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 。てん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 。私も旅館に戻ってからあなたのことばかり考えてました。お、本当に？よし、行けた。亡くなった主人にミサを誓った身なのに、その体がホテルだなんて。まあホテルでしちゃいましたけどね、ごっくん。まあそこまではしてないけどね。うん、こんなおばさんなのにときめく心が残っていたんですね。幸子さんはおばさんなんかじゃないよ。でん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 。俺にとっては世界一綺麗な女性なんだ。そんなこと言われたらまたときめいてしまいます。幸子さん、俺と一緒にこれからもときめこうよ。こんなおばさんで本当にいいのですか？そういえばいくつなんだろう、幸子さんって。美佐子さんも謎だけどさ。まあいいか。だから俺にとってはおばさんじゃないんだって。私なんかに関わるとあなたの一生が台無しになるかもしれません。そんなことにはならないと信じてるさ。でてんてんてん。幸子さんがそばにいない人生の方がよっぽど台無しな人生だよ。言ってはいけない言葉だと思いますけど。何エロいこと言うのかい。あなたの気持ちを受け入れます。やった。おお、顔また赤くなってるよ。この格好で顔赤くなるのは初めてか。久美子は私が説得しますから。娘いると大変だね、子供いるのね。うん。薄島さん、え、今日は旅館へ泊まっていてください。ドキ、もちろん私と一緒の部屋で。うん。今日は胸なんて言いませんから。この間胸だけでしたからね。あら、まあブス島は1秒でも早く時が過ぎればいいと思っている。今は日曜日ごとに東寺温泉に通う毎日あるが、卒業したら長島旅館に移り住むつもりだ。幸子は久美子に2人のことを話した。久美子は傷つき、再び彼女は家を出ることになる。うん、普通だねこれが。もちろん2人の関係にブス島の周囲も大反対だろうな。しかし障害があればあるほど幸子とブス島の気持ちは高まるばかりである。やがて月日は流れ、ブス島が八幸学園を卒業する時がやってきた。幸子との約束通り、ブス島は長島旅館に移り住み、ここ主人公はってやんない方がいいだろうよ。5年後には幸子も認める長島旅館の実質的な経営者となる。世間の風当たりは未だに強かったが、それでも2人は一緒にいられることを選んだ。やがて久美子とも和解し、都会で知り合った男性と共に東寺温泉へと戻ってくる。そして8年後、久美子と美佐子だけに祝福され、写真だけ質素な結婚式を挙げることになる。ああ、そうなんだ、久美子ちゃんと美佐子さんだけなんだ。まあ誰からも NG って感じだったからな。ブス島の斬新なアイデアで長島旅館は繁栄し、やがて雑誌などにも取り上げられるほど有名旅館となった。でもそういうところで有名になったとしても、あそこの旅館行きてんだけどブス島いるからなってなって、なかなか行けねえんじゃねえか。うん、しんしんと雪の降る中、新築した旅館にを寄り添いながら見上げる2人。その時2人の心の中に今までの出来事が走馬灯のように蘇る。
サーチことブス島の気持ちはあの時と全く変わっていなかった。そして今夜も二人は互いの気持ちを確かめるように愛し合う。おい、やべ、写真はやめてくれよ、ブス島マークばっかりの。そう、甘く切ない思い出だけを二人の記憶に残すために。どうだ、大丈夫かこれ。あら、ブス島マークっすねこれね。スタッフロール隠れちゃいますけどね。温泉でするなや、もう本当に全くどうしようもねえな。いやいや、しかし幸子さんってエンディングあんまり印象なかったんだけど、やっぱこれはこれで強烈なキャラクターだよね。いや俺は割と嫌いじゃないんだよな。でもちょっとずれてるあたりがどうかっていうのはあるんだけど、まあまあまあしょうがねえなっていうところですかね、そこはね。まあエンディングもねこういう風になっておりますけど、まあちょっと次のエンディングもね考えながらやっておりますので、まあまあ、あら、もうこれもうブス島マークだらけじゃないですかこれ。ちょっとこれの辺ブログだなこれは。な、さすがにこれはまずい。YouTube 的にはちょっとまずすぎますのでね、ここら辺はね切らしていただきますけど。いや、エンディングラッシュって結構大変だねこれ作るのね。まあこれだけか、作るの大変なの。まあしゃあないしゃあない、まあこういうこともありますよ。まあね、まあまあ他のねエンディングにはスタッフロールちゃんとね載ってますんでね、ぜひ見ていただければと思いますという感じですかね。いやいや、でも幸せなエンディングなのかなこれも一つのね。まあそういう感じでしょうか。いやー、でも同級説またエンディングラッシュをこうね迎えられて非常にブス島良かったと思いますのでね。いや、なんとか全員攻略これでできた感じだからね。まあとりあえずじゃあ次のエンディング行ってみっかね。まあまあパパッとここは行きましょう。スタッフロール隠れちゃいますけどね。温泉でするなや、もう本当に全くどうしようもねえな。同級生2。はい、ということでエンディングでございます。というところで続きですね。ここ下駄箱にいつ手紙が入ってて1時30分に保健室に行かなきゃいけないというところなんで、これで今回はこのエンディングをやっていきたいと思います。じゃあやっていきましょう。1時30分に保健室行かないといけないんだということでいきましょう。保健室で俺を呼び出すなんて一体誰なんだろう。うわぁ、やっぱりか。あ、ブス島先輩、あれれ、小勢じゃん、お手紙読んでくれたんですね。あの手紙小勢じゃったのか。ブス島先輩呼び出したりしてごめんなさい。別にいいけど俺は暇だから。小勢どうしても先輩に言いたくて。てん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 、うん、言わないといけないんです。何を言うの。あの、てん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 、その、てん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 、小勢を先輩の彼女にしてください。え、小勢先輩のことが大好きなんです。うーん、なんて答えようか。小勢が恋人じゃ嫌ですか。今回はいいよ、しょうがねえしょうがねえ。俺でよかったら喜んで小勢ちゃんの彼氏になるよ。本当ですか。小勢ちゃんみたいな可愛い子の彼氏になれるならどんな男だって OK するさ。俺は無理。小勢感激です。でも驚いたよ、小勢ちゃんがそんなことを言い出すなんて。てん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 、公園で先輩に遊んでもらった時、小勢は自分の気持ちが分かったんです。あの時いきなり帰っちゃったんだよね。先輩の胸に抱きかかえられた時、すごく胸が苦しいなって。てん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 、心臓がドキドキして。てん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 、先輩と口を聞かなくなった時もすごく胸が苦しくなって。小勢ちゃん、小勢こんな気持ちになったのは初めてだったんです。俺も小勢ちゃんが怒った時はどうしようかと思ったよ。いや、めんどくせえなとしか思わなかったな俺は。な、ごめんなさい、みんな小勢が悪いんです、よく分かってんじゃん。なあ、てん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 、ブス島先輩、小勢はもうわがままを言いません。いいよわがままを言っても。うん、小勢はブス島先輩のために大人になります。頭の中はな、小勢ちゃんの瞳がキラキラと輝いてるぞ。だからブス島先輩、え、今度の日曜日小勢とデートしてくださいね。うん、アニメの映画を見て、それから遊園地で遊びませんが。あ、無理ないのはいいことだ。別にいいけど。小勢すごく嬉しいんです。てん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 、今度の日曜日11時に優しい駅で待ってますね。まあこの辺はやっぱり相変わらずだな、以前と全く変わってないではないか。うん、俺もそう思った。それからというもの、ブス島と小勢は暇があればデートする仲のいいカップルとなっていた。ブス島にとってはおままごとのようなデートではあったが、しかし小勢の笑顔を見るたびにそれでもいいと思えてしまう。やがて月日は流れ、ブス島は八幡地学園の3年生をもう一度やることが決定した。これ一番最悪のエンディングじゃねえかこれ。ブス島の気持ちなど知らずにはしゃぎ回る小勢。
小杖はただもう1年同じ学校へ通えることが嬉しかったらしい。しかし小杖の希望も虚しく、ブス島は卒業することなく八十路学園を中退。定職にもつかずフリーターへの道をまっしぐらに進むことになる。あらら。しかしそれでも小杖は幸せであった。フリーターへ時間が自由になり、小杖とのデートの回数が増えたからだ。どうなんだこれ、俺一番ダメなエンディングじゃねえか。やっぱ小杖はあいつ不幸にする女だな。下げまんだなこれ。やがて小杖も八十路学園を卒業し、短期大学と進学した頃、ようやくブス島は自分の生き方について目覚めることになる。翌年ブス島はフリーターで貯めた貯金をはたいて専門学校へ入学。デートの回数は減ってしまったが、それでも小杖は目的を持って生きているブス島をたくましく感じていた。小杖も大人になり、ブス島も精神的に成長した。しかし二人の気持ちは何の陰りもない。再び月日は流れ、付き合い始めてちょうど10年目、ブス島は小杖にプロポーズすることとなる。それは口ひげを生やしたブス島がようやく様になってきた頃であった。数十年後、二人が自分たちの分かった頃を振り返った時、二人の心の中に甘酸っぱい思い出が走馬灯のように浮かんでは消える。しかし老いたことを悲しむことはない。目をつぶりながら思い出せばいつでもあの時に戻ることができる。俺はね、年老いたことは結構後悔してますね。まあ後悔するっていうか、年は取るもんなんだけどね。そう、確かにあの時二人はそこにいた。誰のものでもない二人だけの甘く切ない時の中に。おお、どうなったん。ああ、なんかデートらしいデートって感じですねこれはね。こう見ると小杖は可愛いんだよ。でも中身を知るとね、本当に嫌になります。なんか右下の写真がなんか同級生ワンの舞ちゃんにも見えないことはないが、さっと見ね、パッと見ね、こういうシーン遊園地ありましたからね。いやでも俺小杖だけはパスだな。これはちょっとめんどくさい。でも次どんなんだっけ、あんまり小杖も覚えてねえんだよな。どれどれ見てみようか。さあさあさあ、どうなっちゃうんだろうか。どうなんだ。ああ、いいね、白向くも悪くないね。こう見ると なんか後ろに泣いてる人いるけど、これは誰誰泣いてんの。そういえばさ、西園寺のこと忘れてたよ俺。西園寺、そうだ、いい気になるじゃないよとか言ってたけど、まああいつもうどうでもよかったからさ、はっきり言って覚えてねえんだよもう俺。いやいやいや、でもいいエンディングじゃないですかこれも。これでね、和っていうのがいいよねまたね。うんうん、まあまあまあ、これで一応幸子さんと小杖、この二人のエンディングという感じか。いやー、でも同級生続けてきて、もうここまで来るとなんかこうやっぱり哀愁というか、なんか寂しいものあるね。ね、というわけで次回最終回になります。いやー来たね、ついに最終回ね。もうこれで終わりですよ同級生2。もういや、こう考えると寂しいものはあるな。まあ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 、でもしょうがない、始まりがあれば終わりが必ずあるのがゲーム実況でございますのでね。まあ同級生2シリーズはね、とりあえず次回最終回となりますんでね、ぜひエンディングお楽しみください。次回は美里さんと久美子ちゃんが、この2人という感じになりますね。というわけで今回はこれくらいで終わりにしたいかと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それでは失礼いたします。ブス島でした。ではでは、こういうブス島見せんなら見せて、ご視聴ありがとうございました。続きの見たい方はぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。常識では考えられない発言、コンストラクションブス島、あなたが体験するのは明日かもしれない。